新年明けましておめでとうございます。墨田区長の山本徹です。昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、不要不急の外出自粛をはじめ、さまざまな面においてご理解とご協力をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルス感染症に関する最新動向などについて動画による発信を行い、少しでも区民の皆さんに安心をお届けしたいと思っています。なお、昨年の振り返りと今年の取り組みなどについては、現在放映中の区政情報番組ウィークリー墨田および墨田区公式 YouTube で発信していますので、ぜひご覧ください。今年は牛年で、一歩一歩着実に物事を進める年と言われます。昨年から続くコロナ禍での困難を一つ一つ乗り越え、しっかりと新しい日常へ迎えるよう、私自身全力で区政運営を行っていきます。区民の皆さんにとってより良い一年になりますことをお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。